自閉の動画解放群。今回デビトートジューズさんは初出店なんですか、はい、日本で。そうです、もともとカリフォルニアで1975年からずっと40年間ジュース携わってきた、まあ、元祖プレスコールドプレスジュースなんですけども、今回初めてです日本は。そのコールドプレスというのはどういうものなんですか。はい、ですね、その40年以上前デイビッドさんがもともとジュースを作り始めた時に、そのやっぱり冷たい部屋で冷たい素材のままジュースを絞る、そうすることで体に大事なその酵素をはじめとする菌が死なないということで、冷たい部屋で絞るということで彼がコールドプレスジュースという名前をつけて、それが彼曰くコールドプレスジュースの、まあ、発想の原点になっています。じゃあ大量生産で作っているジュースというのは、はい、大切な成分が死んじゃっているという。もちろんその、まあ、英語で言うとパッシュライズって言うんですけど、はい、その低温殺菌をすることで、はい、その移動距離が持ったり保存の期間が持ったりするんですけど、はい、で確かにその、まあ、有害なバクテリアを殺すっていう説もあるんですけども、でももっともっと大切な本当に人間の本来に必要な栄養あるいはその酵素を殺さないようにしているのがコールドプレスジュースですね。はい、コールドプレスというのは難しいんですかね。はい、手間がすごくかかります。手間がかかる、はい、だから他の店はあんまりやらないと。そうですね、よほど本当にジュースに対して真剣に取り組んでる向き合ってる方たちじゃないとやらないと思います。はい、そういうジュースが手軽に日本に飲めるようになってよかったですね。いや本当にデビッドさんのそもそもの理念っていうのは、そのジュースを通じて世界中の人々が健康になってもらいたい、それで幸せになってもらいたいということですので、デビッドさんも今回1号店ができて、はい、今カリフォルニアにいらっしゃいますけど非常に喜んでると思います。今店に瓶があそこボトルが置いてありますけど、はい、でボトルで持ち帰ったら、はい、大体どのくらい持つんですか。ですね、保冷剤を今使用してますので、保冷剤を入れてそしてすぐお家に帰って冷蔵庫に入れていただければ3日ぐらいは。あ、3日ぐらい、はい、持つと思います。はい、まあ、早く飲んでください。もちろんですね、一番いいのはもうその日に買ったものはもう次の日までにはもう飲んでいただくっていうのが、はい、一番いいと思います。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、試供用のやつですね、サイズは。今ちょっと飲んでみたんですけど、甘いんですよ。これ砂糖とかは入ってないんですか。一切入ってないです。本当に人参だけ。人参だけです。この人参はカリフォルニアからオーガニックの人参を輸入して持ってきてます。すごい。この甘みっていうのが本当に、なかなか出せない甘み。はい、すごい。なんかもう何も言わなくて感動しましたね。こちらもどうぞ。あ、アップルブラックベリーココナッツとバナナとアーモンド入りのシェイクになります。はい、あ、美味しい。それもお砂糖は何にも加えません。はい、砂糖使ってなくてこんな甘くなるんですか。バナナの熟成したバナナ、オーガニックバナナの糖分、はい、あとココナッツの甘みです。あ、もう 100% 天然でこんな味が、美味しい味が出るんですか。はい、自閉の動画解放群、動画で解放とかめっちゃええやん。